はい、ではですね、皆様ついに12月18日やってまいりました飯能市市民会館ショーホールにて役所分ボリューム3ボリューム3、はい、はい、させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日なんですけども、はい、総合司会としてマセシズカさんに来ていただいております。はい、マセシズカと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。各演者さんなんですけども、あの演技終了後にこちらに、でちょっと軽くインタビューをさせていただきたいなと思いますので、出てきていただけたらありがたいなと思います。はい、はい、ちょっと次 の, あの一番最初の方の、はい、ご紹介させていただきます。お願いします。本日トップバッターしてくるのはキャバロさんの登場です。コミカルな歌からまっすぐなラブソングまで素敵なメロディーに乗せてハイトーンボイスで聞かせるキャバロさん。普段は東京で活動しているシンガーソングライターさんです。それではキャバロさんの登場です。大きな拍手でお迎えください。お おはようございますキャバロでございます。ありがとうございます。まだちょっと朝でお体気持ち立ち上がってないと思いますけれども、盛り上がっていきましょう。イエーイ。今日はですね、本当だったらミキティが出演する予定だったんですよ。見晴らしドライブインという2人組の予定だったんですけど、僕は代わりにやってまいりました。右も左も反応のことよく分かっておりませんけれども、みんなで一緒に盛り上げていっていただければなと思います。よろしくお願いします。じゃあ1曲目は初めましての方に捧げる Baby Now という曲を。お目にかかります。とてもシャイニングでございます。おはようございます。本日はどうか私めに A to Z お任せください。ありがとう。早速ですが、とておすすめのコース、時間無制限の楽しみ放題コース。ありがとう。場所でしかお出ししておりませんかね、どうぞご了承くださいませ。それではBaby now, baby now, 皆様は神様ですから、 Baby now, baby now, baby now, どうぞご自由にお楽しみ遊ばせ。そのまま手拍子よろしく。今回なんとローなんて昭和した通り出した、はい、さらになんと軌道 I like limit をブレイクいたします。さらにさらになんとここで何をやらかしても全て笑い飛ばしちゃいます。反応市民会館の人はどうか分からないけどね、全てを消してここにいらっしゃる皆様方に差し上げてしまおうという、ここで皆さんにコール&レスポンス。今日の焼き鳥もう初っ端からコール&レスポンスやっていきたいと思います。いくよ。ベビナベビナセイベビナベビナもう一度ベビナ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 
チャモロと申します。よろしくお願いします。9時35分からやっております。今日はですね、非常に長丁場でございますけれどもね、まあ今の感じでね、最後まで盛り上がっててくださいね。9時35分から20時までこのテンションでいきましょうね。大丈夫ですか？僕はね、やろうと思えば20時まで歌うこともできるんですけども、まあ今日はちょっとね、いろいろたくさんの方が出るのでね、ちょっとね、まあ、これ25分ぐらいでね、残念なんですけれども、おいとましますけれども、今日はチラシとかも入り口の方でお配りしてますので、ぜひともそちらの方ももらっていっていただいて、最後までイベントたくさん楽しんでいっていただければなと思います。よろしくお願いします。イエイ。じゃあ若干チューニングは狂いましたがそのままいきたいと思います。トシ君大丈夫ですか？じゃあ次は、ちょっと恋愛の曲を1曲、ジャスミンという曲をいきたいと思います。ジャスミンのように甘い傷を忘れられぬまま彷徨うよ。ありがとうございます。今日はですね、この
焼き鳥やる聞く取る見るですね。やる聞く取る見る、今日は、僕はやるでやらせていただきまして、皆さん聞く、そして取っていて年末の、ところでまた見る焼き鳥ということで、非常になんかすごい、なんていうかな、革命的なタイトルだなと思いました。焼き鳥とは一切関係ないですね。焼き鳥は全然関係ない。焼き鳥食べながらビール飲みながらっていうイベントでは後々そうなります。そう、後々そうな、いいですね。後々そうなってきてですね。僕ちょっとね、そういうものをちょっと期待して今日ね代打で出演させていただいてるんですけど、あ、今日はさすがにね、今日はさすがにちょっとそれじゃないのかなと思いまして、今後もね、今日ももちろん盛り上げていただきたいですけど、今後の発展も期待しながら、今日は歌っていきたいと思っております。今日はね、朝一の出演なんですけれども、次の曲はちょっと、朝には似合わない曲を行こうかなと。デイトリップという曲を聴く。ワットゥワットスイッ誰にでも言うような社交辞令なら置いといて、私にしかないものをあなたが探し当てて、誰にでもできるような愛し方なら愛さないで、問いただしたりしないから最高の夜を作ろうって、退屈な毎日をありがとう忘れるためでしょう、目を背けたくなる朝食と一緒に味わうから、しがみつく頂上と登ろうとしない吐き溜めと、トントンしてる毎日が変わらないままに挑んでく、トントン腐っていってさ、日焼けがさしてるどうしよう、価値がない毎日を輝かすためでしょう、しないから嘘で私を包んで、愛してると言って、愛してると言って、皆さん盛り上がってますか？イエイ！ありがとうございます！イエイ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 ！
今日はね、本当にね、朝からね、こんなにたくさんの人たちがもう本当に来てくれるなんて思ってもなかったんで、本当にありがとう、ありがとうね。いや、すごいすごい、分身してくれてる、ありがとう本当にね、今日は最後の最後まで皆さんぜひぜひ盛り上がっていっていただきたいなと思います。最後は、そんなこと言うときながらですね、言うときながらバラードでお送りしたいなと思っております。最後は誓いというウェディングソングで、いきたいなと思います。今日実は CD も持ってきておりまして、夏の入り口の方に CD を、そちらの方にも入ってます。ぜひぜひ気に入っていただけたらなと思ってます。では、チャンバラの最後、誓いという曲をお送りします。僕ら運命のような出会いをして、互いの思い伝えて始まった二人の時間、笑顔や涙のスパイス加えながら、少しずつ少しずつ育てていきました。そろそろ君に伝えるよ、改めてこの想い伝えるよ、世界の誰より君のこと、お前のパパやママより君のこと、年取ってしわっちゃな君のことを、僕はずっと愛します。生まれ育った街を離れ大人になった二人は、たくさんの人に支えられて生きてきたことを知った。子供ができたら見せてあげたいのはやっぱり僕らを支えてくれたこの街の景色さ。生まれた時から誓うよ、毎日毎日この言葉伝えよう、世界の誰より君のこと、僕らのパパやママ以上に君のことを、どんな困難が待っていようとも、僕らずっと愛し合おう。目を閉じればまぶたに映る幸せすぎる僕らがいるんだよ。これからはそうずっと世界の誰よりも、お前のパパやママよりもっと、年取ってしわくちゃになっても、より君
てください。チャモロでした。ありがとう。桜咲け桜
Thank you.
気楽なことだけ、まあ
ギャンブル下ネタ話だけ
命のない者たちのざわめきだ。
するために
来年の目標は
オリジナル CD のリリースです。それではアンフレさんのステージです。どうぞ。こんにちは、アンフレです。よろしくお願いします。ではまず1曲目、のらりくらりから聴いてください。Anyway, yeah. No, Larry,
ドライブインのとしくんがサポートでカホン入ってくれてます。ありがとうございます。イエーイ嬉しいね。イエーイイエーイですよ。すごいね、テンションね。もうやってらんないでしょ、こんなドエムナイト的な感じですよね。テンション上げていかないと。そうそうそう、上げていきましょう。こんなね、大きいホールでね、できるのはすごい光栄なことなので張り切っていきたいと思います。次の曲はですね、皆さんもお家に可愛いペットちゃんたちがいらっしゃるかと思うんですけれども、いる方もいらっしゃると思うんですけど、そのね、小さなペットちゃんのために、うちにもいたんですけれどもね、その子たちのために作った曲なんですけれども、2曲続けてね歌ってみたいと思います。そのね、小さな命、彼女たち、彼らの命はですね、私たちよりも何倍も早くこう進んでっちゃう。だから、ね、見取らなきゃいけないこともありますけれども、だから大切に大切にね、時間をね、皆さん過ごしていただきたいなって、彼女たちが虹の橋を渡ってしまった時に、私はすごくそういうことを感じたので、皆さんもね、大事に時間を過ごしていただけたらいいなと思っております。ではまず最初にアンジーという曲を聴いていただきます。
続いてそばにいてねという曲を聴いてください。
ました。なんかね、あっという間だね。なんか告知します？ちょっとぐらい告知していいですかね。私たちアンフレームも結成してもう5年目に入ったんですけれども、ぼちぼちね、結構自分たち主催のライブとかもやってまして、年明けもありますよね、ロドちゃん。1月7日土曜日で、はいはい、やっとおとそ気分が抜けた頃かな。そうですね、ちょっと花の恵比寿カフェさんで、はい、2組のゲストをお迎えしまして、ちょっと派手にぶちかまそうと、そうかなと思ってますので、ね。まあ、でもね、基本的にはあんまりこう反応に馴染みのないとかね、そう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 、初めて来ましたみたいな方々をね、アーティストの方、声かけて、そうです、そうです。で、できるだけ音楽でこう輪を広げていきたいなっていう趣旨で、はい、やってますよね。裏を話すとね、アンフレをこう引き立ててくれるようなゲストを選ぼうねなんて腹黒いことを言ってたら、もう4回くらいやったんだけど、もうことごとくゲストの方が素晴らしい。そう、裏切られてしまうというか、上を行かれてしまうのでね、まあ張り切って頑張っていきたいと思います。そんな感じで、じゃあもう最後の曲いきます。この曲も小さなペットたち、家族たちのために作った曲です。夏が嫌いになったんだという曲です。聴いてください。今日はありがとうございました。アンフレームでした。もしも乗せるなら、僕はどこに時を合わせるだろう。君と出会えたこの奇跡を神様にだって拍手。
ましては上竹雅彦さんの登場です。インストコートで歌わせてもらうようになって来年で15年、もう伸びしろはありませんが現状維持を目標にやっております。それでは上竹雅彦さんのステージです。どうぞ。Thank you.
たならばきっと君を守ってあげられる。黄昏た夢の海この日が飛ぶ気のない振りをしてならべて比べて羨むほどの夜は始まってない。だからずっとここにいてくれていいよ。君の気がするまで
もう一曲だけお付き合いください、多分、今日の様子は配信で、何でした29、30、28、29に、分けて、配信されると思います YouTube で、ですので
ちゃんと未確認で、普通こういうのはあのちゃんと確認してから来るべき案件なんですけど、28、29、30で、たぶんどっかの初日の最後ぐらいなんですね、私多分切り目として、本当はそういうの、確認するのは大事なことなんですけれども、ですので、今日あのこちらに来ている方じゃなくて、テレビとか、携帯とかパソコンの前に見ている方、明日までチャンネルはそのままでよろしくお願いします。で、今日はこの後まだまだ、酒長いですよ。この後、私の、双子の弟と、生き別れの腹違いの兄貴が出たりしますので、この先行きは長いんですけども、どこにピークを持ってきましょうかね。じゃあ、とりあえず、一回終わりますので、また最後まで楽しんでてください。ありがとうございました。花ごとサイレンの間すり抜けて急いでるわけじゃないって気がついた。さよならは君が決めただけなのに渡せない返事持ち歩いている。どうでもよかった毎日が今ではこんなにも愛おしい。遠くに沈んだ夕焼けに向かう道、ぞろりなパレードはまた続く。そばにいて「ハリボテの幸せばかり追いかけて」「報われる結末を探してる」「どこにでもなるはずの明日」戻る